エドイージ・ダンティカとは、ハイチ系アメリカ人の作家である。ダンティカは、ハイチの首都ポルトー・プランスで生まれた。彼女が2歳の時、彼女の父アンドレは、ニューヨークに移住し、2年後に、母のローズも後を追った。この時に残されたダンティカと弟のエディアブは、おじとおばによって育てられた。彼女の公的な教育は、ハイチにてフランス語で行われたが、彼女は、 家庭でハイチ語を話した。12歳の時、彼女はニューヨークのブルックリンに移住し、ハイチ系アメリカ人の隣人の囲まれていた両親と合流した。彼女は10代の時移民したため、江戸イージのアクセントとしつけは彼女を当悪させる要因となったため、彼女は慰みのために文学に向かった。2年後、彼女は英語で書いた初の A ハイチアン、アメリカンクリスマス。 クリメイス・クレオール・シアターを10代が書いた雑誌、ニューヨーク・コネクションズで出版した。彼女は後に、ニューヨーク・コネクションズに移民体験についての物語を書いた。ニューヨーク州ブルックリンのクララ・バートンハイスクールを卒業した後、ランティカはニューヨーク市のバーナード・カレッジに入学した。まず、彼女は教師になるために勉強したが、書くことへの愛が勝ち、彼女は フランス文学科に入った。1993年に彼女は論文マターン・イン・ザ・ファイヤーアン・アブリッジ・ド・ノベルでブラウン大学のクリエイティブ・ライティングにおけるマスター・オブ・ファイニアーツを取得した。ダンティカは配置革命を描いたアレ・ホカル・ペンティエルの小説この世の王国の序文を書いている。ありがとうございます。